も教えてみてさんお願いします。というわけでですね、引き続きワイズベースボールフィールドさんで撮影させていただくんですけども、今回はワイズさんにご協力いただきまして、まあショーヘイズメンバーとあるねすごいバッターを呼んだんで、ラッツを押してどんぐらいの記録が出るのか検証ということでやっていきます。お願いします。伊勢原さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日ガタマが来たんですよ。やばいですね。ガタマ来たんで呼んでるんで、はい、ガタマカモン。多分最重量級のところになってるでしょ。お客様、超ヘッズ準レギュラーのケントです。準レギュラーケント、 OK、 お願いします。すごい。自分が多分一番大きくてでかいと思ってたんですよ。超えました、軽く。やばいですね。超えちゃいましたね。何歳やっけ、何歳やっけ。今年24になりました。24、はい、若いっすね。8個したっすよ、8個したっすよ。あれ、経歴は何だっけ。経歴一応大学までやってました。大学は何大。あんまり痛くないですね。いいです。と埼玉の平成国際大学ってことでやってまして。埼玉、あ、埼玉、あ、神奈川だ。神奈川です。まあ、埼玉でやってたと。そうです。軟式を一緒にやってる時は、あ、めちゃめちゃえげつないだけなんですよ。最初のやつよ。こいつ 何キロが出してんだよみたいな。ね、ぜひ真裸に。そうですね、していただければと思います。はい、はい、で、一緒に来てる子がピッチャーなんですけど、多分結構140近いボールを投げると噂なのでね、後輩だよね。そうです。はい、まあ、その後また別でね、投げの方でやらせてもらいたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。1、2、122。122ですよ。ちょっと待った、久しぶりです。よし、1、2、120。なんかちょっとあれ、僕いつですか。160です。公式系ですか。公式系ですか。公式系です。公式系です。燃えてきて、燃えてきてる。いきます。1、2、110。どうだろう、バックスピンかけちゃってます。1、2、2。あ、僕んじゃない、今のは早いんじゃない。140。泳いで146よ。140になってます。はい、いきます。いきます。1、2。いきます。1、2。やばー。今のエグ。140。ケント。行かないでやつは、これ。いきます。1、2。お。2。お。低めの方が155。だから今払ってたことないから余計に抱かないじゃないか。やばいっすね。低く打てば出そうっすね。1、2、2。うわ、言ったんじゃない今。飛距離はもう145。なんでだろう、77m。野球やめたかった。ラスト。1、2、2。あー、ダメだな。141ですね。98m。よっしゃー、よっしゃー。1、2。いいよ。それだって低いの。低いのはいい。1、2。お、いいじゃない今。139。1、2。おめでとう、おめでとう。カメラ。左目の視力落ちたから、メガネして。戻ってから視力。多いね、意外とね。ちょいよ。あ、意外といった。恥ずかしい。ルール早い。おー、いいためですね。体重太ったからあんまり動き悪い。あ、音が違う。来たす、じわじわ。あー、来たじゃない今。今上がったじゃない。いや、まだ分かんねえから。100だったよ。おー、距離が
距離がちょっと悪い。足が。75m。よっしゃ、行こう。はい。1、2。もうネガティブラストね、ラストでいきます。まだいける、いきます。1、2。もう1回かな。1、2。こういうデータが欲しいっす。やめてほしいっすね。こういうデータが欲しいっす。全然決まねえ。いい感じにね。そうだけど。ラストね、ラスト。はい。1、2。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあちょっと調子が悪かったよ。そうですね。ただえぐいのは何球かね。そうですね。なんか擦っててもなんか結構飛距離出てるんで、ね、スピードというよりかは飛距離っていうのも。アーチタイプの感じかなっていう。そうなんですよ。まあ良かったっす。ありがとうございます。ちょっと痩せてきます。痩せてきます。痩せてきます。はい、そんな感じで、あのラプソードもね、あのワイドがありますし、3.0 で同時に投げと打ち隠れますし、すごいね、魅力的な。お値段もすごいなんか、良心的で、はい、ね、ダルビッシュ使えると思いますので、よかったら買ってみてください。はい、そして、ワイさんの YouTube やってますので、はい、YouTube の方の皆さんチェックしてみてください。ではチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。